はい、22時27分ですね。今日ね、庶民の味方スーパーでね、パンツを買ってきました。新しいパンツですね。なんでこんなのね、わざわざ買ってきたかっていうとね、そう、俺様ね、家にね、洗濯機がないから、コインランドリーに行くんですけど、行くのめんどくさかったんですけど、でもパンツがね、もう、ないんで、綺麗なやつが、だからね、もう、買っちゃいました。庶民の味方スーパーにね、ちょっとカチカチマークがついてます。ね、JY ジャパンって書いてあります。書いてありますっていうのは岩間さんの真似です。多分名古屋弁だと思うけど、もしかしたら岩間弁かもしれません。千葉県白石の会社だそうですね。白石はウィスパー色もしくは駒沢色石とも言い換えられます。船橋とかの近くですね。梨園とかがいっぱいあるところです。そう、船橋のね、近くですからね。ね、これもうパンツを買ってきて、まあ、ただパンツを見せびらかしているだけなんですけどね。まあ、ただそれだけです。はーい。ジマにはもうね、パンツ履けばいいのにね、腹巻きはしてるくせにパンツ履かないからね、そう、腹巻きボーボーした方がいいよ、ね、おしっこでね、汚らしいからね、ボーボーです。俺様もね、ちょっとね、パンツね、だいぶボロいパンツはあるんで、まあ、私の買ったからね、ボロいやつはちょっとボーボー気にしようかと思います。まあ、それよりもジマにはの腹巻きをね、ボーボーした方がいいんですけどね。はい、このね、もう袋はにらないんで、ボーボー気にしました。ね、これちょっとゴミがね、すごいことになるんですよ、これ。やばいでしょ？はい。ね、ここにあるものは全部ね、焼却炉でボーボー燃やされます。ボーボー、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 燃やす。